B 型肝炎、B 型肝炎、B 型肝炎とは、B 型肝炎ウイルスに感染することで発症するウイルス性肝炎の一つ。日本において、B 型肝炎ウイルス保有者、キャリアは150万人程度と言われている。そのうちの約95%は自然治癒するが、約5%は肝炎発症となり、慢性肝炎、肝硬変、 肝臓がんへと進行することがある。血液を介して感染するため、従来の検査体制が確立されない時期に輸血を介して、または1986年に母子間ブロックが実施されるようになる前には、母子感染で感染した。感染の予防策としては、注射器を強要しない、成功維持に、コンドームの着用といったことがある。主な治療法は、 インターフェロンや拡散アナログ製剤を用いた抗ウイルス療法などがある。近年、日本ではあまり見られなかったゼノタイプ A、北米、欧州、アフリカ中部に多く分布するの B 型、肝炎ウイルス感染が広がりつつある。ゼノタイプ A の B 型肝炎ウイルスに感染した場合、その10%前後が持続感染状態、キャリア化に陥る。本来、 日本に多いジェノタイプ C の B 型肝炎ウイルスは、成人してからの感染では、キャリア化することは稀であったことから、ジェノタイプ A の B 型肝炎ウイルス感染の拡大には、警戒が必要である。B 型肝炎ウイルスは、血液や体液のしぶきを介して感染する。感染経路は主に以下がある。成人以降での水平感染の多くは、一過性であることが多い。 2002年4月、佐賀中部保健所に急性 B 型肝炎の届け出があり、保育所で25名の集団感染が疑われた。感染源は HBV キャリアである元職員が疑われたが、前例で特定することはできなかった。日常生活の中でも感染が起こりうることを確認し、その感染様式には出血及び心出液を伴う皮膚疾患が関与している。 可能性と感染防御策にワクチン接種を加えることが有効であることが示唆され、かつては幼児期7歳までの輸血による感染が多かったが、現在では、先進国では検査体制が確立したため、ほとんど見られない。針差し事故や覚醒剤注射の回し打ち、姿勢での針の再使用などもある。日本では、 戦後から1988年頃まで行われた幼児期の集団予防接種における注射針や注射灯の使い回しにより B 型肝炎ウイルスが蔓延した。日本国政府は1948年には注射針、注射灯の連続使用の危険性を認識していたが40年に渡り使い回しの現状を放任していた。2011年現在 推定150万人の持続感染者、キャリアのうち、集団予防接種による感染者は30%前後と言われており、この集団感染訴訟は2011年6月28日に国と原告との間で基本合意が締結し、2012年1月13日に特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行され、 裁判上の和解等が成立したものに対し、日本国政府は法に基づく給付金等を支給することになった。B 型肝炎ウイルスに感染した場合、多くは無症状で経過するが、20から30%が急性肝炎を発症し、1から2%が激症肝炎化する。D 型肝炎の混合感染が生じる場合もある。成人の初感染の多くは、 免疫応答でウイルスを排除しての一過性感染であるが近年成人感染のキャリア化が報告されている。母子感染の90%以上は C 型肝炎と同様 B 型肝炎ウイルスに持続的感染を呈する場合が多い。1986年から母子肝ブロックが行われるようになってからは感染はほとんど防げている。C 型肝炎と異なり、 B 型肝炎では肝硬変を経ずに肝細胞癌の発症が見られる。無症候性キャリアであっても発症することもある。B 型肝炎の感染経路は、主に B 型肝炎に感染している母親から、出産時の子への感染、母子感染、垂直感染、出産後の集団予防接種、それ以外による医療者の張り刺し事故、集団予防接種での注射器使い回し、性交渉。 入れ墨で器具を消毒せず、繰り返し使用した場合、覚醒剤使用時に注射器を強要した場合、等がある。ただし、成人してからの感染は慢性化することが少なく、一過性の急性炎が主な症状になるので、慢性、B 型肝炎患者の場合は予防接種、母子感染が主な感染経路になることも考えられる。なので出生時の母親の感染を生む、 集団予防接種時の時期、昭和23年7月昭和63年、輸血歴、手術歴、針刺し事故、覚醒剤注射、異性関係などの感染の原因となり得ることがあったかどうかお認が大切である。臨床的には大まかに以下のように状態評価していく。以下の画像検査によって、慢性肝炎肝硬変、肝細胞癌の発生を評価していく。 病院のほか、無料にて、日本の各自治体が検査を行っていることがある。B 型肝炎ワクチンの予防接種が感染防止に有効である。B 型肝炎キャリアの多くは、母親からの垂直感染、母子感染であり、外国では母子感染予防のため、B 型肝炎ワクチンを入時期に定期接種している例が多い。日本では母子感染防止対策事業として、 妊婦に対する HBS 抗原検査が実施され、健康保険により HBS 抗原、陽性妊婦からの出生時へ、抗 HBS 人免疫グロップリン投与、B 型肝炎ワクチン接種を施行している。労働災害事故防止、対象者は医療関係者、救急関係者等の観点から、医療実習前の段階で、B 型肝炎ワクチンの予防接種が望ましいとされているが、 日本では、労働安全衛生法上の義務にもかかわらず、一部の医療機関で B 型肝炎ワクチン予防接種の未実施や、接種費用の一部の自己負担を請求している等の問題がある。海外旅行者も B 型肝炎ワクチンの接種対象となる。日本製、または日本で承認されている B 型肝炎ワクチンの HBS 抗原、B 型肝炎ウイルス表面抗原量は、 10マイクログラム、0.5ミリリットルであり、日本以外の製品の20マイクログラムの半分量であること、また、いずれの場合も、ローレスポンダーやノンレスポンダーという、抗体酸性反応をしにくい非接種者がいることも、熟知されたい。性感染症としては、コンドームの着用で、ある程度予防することができる。B 型肝炎ウイルスに対しては、こハビック。 抗力化 HBS 抗原ヒト免疫クロブリン HB ワクチンにより感染の減少が見られる。B 型肝炎と将来の肝がんを予防するためアジュバントが入っている不活化ワクチンを接種する。世界180カ国以上で行われているワクチンの中でも最も安全なものの一つである。水平感染予防の観点から厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会は 定期接種化が必要としていて、厚生労働省は2016年10月に予防接種法に基づく定期接種にする方針を決めた。B 型肝炎における抗ウイルス治療は B 型肝炎ウイルスの活動を抑制する治療である。B 型肝炎ウイルスは自然経過においてウイルスに対する抗体、HBS 抗体内視ハブ抗体が取得されることでウイルスの活性化が 鎮静化していくが、これを、セロコンバージョン、セロウカンバージアンと呼ぶ。抗ウイルス治療はこの状態を流していくことと、この状態に近いウイルスの活動性の鎮静が目で、ある。よって、現在の医療では、B 型肝炎ウイルスの完全排除は困難である。治療適用は、ハブ抗原陽性無症候性キャリア、慢性、B 型肝炎、B 型肝硬変である。 日本肝臓学会編、慢性肝炎、肝硬変診療ガイド2016によると、抗ウイルス療法の治療対象は、慢性肝炎症では、ハブ抗原陽性、陰性に関わらず、ALT が 31U、L 以上、HBEVDNA 量が4ログコピー、ミリリットル以上である。肝硬変症例では、HBEVDNA 量が陽性ならば、ハブ抗原や HBS 抗原、 ALT 値、HBVDNA 量に関わらず、治療対象である。抗ウイルス治療は、インターフェロン、EFN と、拡散アナログ製剤で行われる。拡散アナログ製剤は一度開始すると、多くの場合修正継続していく、必要性がある。基本的に年齢によって、治療選択される。抗ウイルス療法以外に、ALT の正常化を図る目的で、 以下が用いられる。ただ、肝肥後療法は C 型肝炎には比較的効果はあるが B 型肝炎にはあまり効果を示さない場合も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。